それでは最初に現金の受領日時、受領者、受領額、受領場所等、受領した際の状況についてご説明をお願いをいたします。はい、おはようございます。それでは早速質問に答えさせていただきます。2件ほどありまして、事実関係から申し上げますと、一昨年の、つまり平成31年3月30日、突然アポなしで昼前にアンリさんとスタッフ2人で私の後援会事務所 を訪れました。その当時まだ選挙翌日ということでございまして、選挙事務所が隣にあったので、そちらの方にお招きし、他のテーブルの方にスタッフ座っていたんですけど、アンリさんと2人で、他のテーブルへ座り、そしてそこで、二階幹事長から、当選祝いを預かってまいりましたということで、彼女特有のジョークで、封筒と祝当選の彼女のため書きをテーブルの上に差し出しました。私は、後輩である彼女からそうしたものを受け取ることに大変違和感があり、そのままにしておったんですが、いち早く遠くからお祝いに駆けつけた、そうした行為を無駄にすることもできないので、結果的にそれを受け取りました。そして、私が事務所の方に帰って、事務員にアンリさんからですということで、それを手渡しました。で、後にそれが現金30万入っていたということを聞かされました。もう一点、同年の6月5日、河合克行さんの方が、当日朝アポが入りまして、私に会いたいというようなことで、確か夕方の時間だったと思うんですが、約束の時間より1時間ぐらい遅れてやってきたのは記憶をしております。そして応接セットの方に、お招きし、開口一番、20万円入っておりますのでお使いくださいというようなやり取りがあったかと思います。私はいいですから何度も断ったんですが、しつこく、いいからお使いくださいということで、結果的に、断ることができなかった。そうした中で、そのお金というのは政治資金の方へ、府中支部の方へ入金してくれということで事務員の方に手渡した。それが10時の事実あるいは現状でございます。はい。次に、受領した現金の使途、また返却した場合には返却した際の状況および現金の受領に関して、公職選挙法に違反するとの認識があったのかについてご説明をお願いします。まず、アンリさんからの30万円でございますが、私もこうした冠婚葬祭の費用というのは後援会やあるいは支部から拠出したことは一切ございません。従いまして、あくまでもそのお金は河合アンリさんの個人的なポケットマネーというふうに理解をしまして、私も個人的に処理をさせていただいたような次第でございます。その時に、私とアンリさんというのは、彼女が当選してから15年以上、同じ会社で活動してき、親しくお付き合いしていた、そうした人間関係と、3ヶ月以上も告示から参議院選の告示から離れている、私理解に3ヶ月ルールというのがあって、やはり捜査対象なり、そうしたやり取りというのは、3ヶ月というのが一つの基準というふうに理解しておりましたので、違法性というものは意識感覚はございませんでした。で、また克行さんの20万円につきましては、時期も告示までもう2ヶ月を切っておりまして、はっきり言葉に出してお願いされたわけではございませんが、妻であるアンリさん、この参院選の支援の趣旨が、多分に含まれているということで、これは公選法に抵触するというふうに思いました。一方、
ご承知のように政治資金規正法というのがございます。まあ、これは、後援会などの政治団体間の資金の移動というのは認められているわけでございます。従いまして、まあ、裏金処理をするわけにいかないので、まあ、私は府中支部の方に入金するように事務員に指示し、そして、支部の活動費としてこれは使わせていただきました。また、政治資金収支法にのっとりまして昨年の選管の方にもそれは、提出しております。まあ、一部報道によりますと修正してとかいうふうに出ておりましたが、まあ、それは全く違った事実でございまして、まあ、期限内に私は修正なくそれを提出しております。まあ、そうしたことによってその資金は私は浄化されるというふうに思っております。以上です。はい、最後に、今回の件に関する現在の心境並びに、これからについて、思うところをお話し、ください。また、この際議会や県民に対して説明したいことがあれば併せてお願いをいたします。まあ、この度大変な騒ぎになったんですが、まあ、私の緊張感に欠けな軽率な行為によって県議会県民の皆様とりわけ地元の有権者の皆様方には大変ご心配ご迷惑をおかけ申し訳なく思っております。改めて深くお詫びを申し上げます。この上は、現在の職責を全うするべく全力を傾聴しながら少しでも信頼回復に努めていきたいというふうに思っております。誠に申し訳ございませんでした。はい、それでは岡崎議員の説明は以上となります。